今回の動画はおすすめの沖縄リゾートホテルの紹介です。今までの沖縄旅行で宿泊したホテルの中から特に気に入ったホテル5選を紹介します。個人的な感想になりますので、なるほどねという気持ちで見ていただければと思います。沖縄リゾートホテルの予算として1人当たり1泊朝食付き1万円以内、2食付きで1万5000円以内としています。それではスタートです。1軒目、ホテル日光アリビラ、1泊2食付き1人1万4350円でした。場所は読谷村にあります。周辺はサトウキビ畑が広がる静かな立地です。ホテル敷地がとても広くプライベート感があります。おすすめポイントはホテルやパティオの雰囲気が素敵すぎるところです。動画では伝わりにくいのですが、ホテル内の雰囲気がとにかく素敵です。見て歩くだけでテンションが上がります。アンティーク調の家具やデザインと温かみのあるランプ照明がとっても好みでした。昼と夜でガラッと雰囲気が変わります。どちらも本当に素敵です。違う世界に迷い込んだかのような感覚になります。部屋も42平米あり、広くて使いやすいです。新しくはないホテルですが、とても綺麗にお手入れされている感じがします。家具はアンティーク調で味があり素敵です。パティオの雰囲気が本当に素敵なので、パティオ側のお部屋がおすすめです。夜のプールサイドは落ち着いた大人な雰囲気でした。夕食ビュッフェレストランです。チャーハンや春巻き、エビチリに油淋鶏など中華が充実していました。お寿司もあります。あんかけ焼きそばが美味しかったです。沖縄そばや他にもたくさんの沖縄料理があります。デザートも充実していました。朝食ビュッフェレストランです。実演コーナーでは卵料理を作ってもらえます。個人的には夕食より朝食ビュッフェの方がおすすめです。とっても豪華で美味しい朝食でした。ホテル内のニライビーチです。遠浅の海で県内の中でも高い透明度を誇ります。クラゲよけネットが張ってある遊泳区域内でもたくさんのお魚を見ることができました。干潮時には干潟観察を楽しめます。リピートしたくなるとっても魅力的なホテルでした。2軒目、花風リゾート付着コンドホテル、1泊2食付き1人12,296円でした。恩納村のリゾートエリアにあります。おすすめポイントは部屋の広さと見晴らしのいい景色です。客室は平均で70平米あり、ゆったりと過ごせます。ホテルは高台に立っていて海を見渡せます。夕日が見える宿1位に選ばれたこともあります。今回は3棟あるうちのコンド棟に宿泊します。おしゃれなカフェのような落ち着く雰囲気のフロントです。2名のデラックスのお部屋ですが、60平米あり、すっごく広いです。リビングにキッチン、ベッドルームがあり、おしゃれなマンションのようです。リゾート感たっぷりのアジアンテイスト風なお部屋です。コンド棟の部屋には洗濯機があります。バスルーム、洗面、トイレが独立しています。バルコニーも広くてソファーが最高でした。
こちらはホテル棟のロビーです。南国リゾート感たっぷりの雰囲気です。以前に宿泊したホテル棟のお部屋です。アジアンリゾート感の落ち着く素敵なお部屋でした。テイクアウト夕食券付きのプランだったので、お部屋でゆっくり食べました。ホテル価格としてはリーズナブルで美味しかったです。朝食の和食ビュッフェレストランです。朝からアグー豚のしゃぶしゃぶをいただけます。他に洋食ビュッフェレストランもあります。ホテル最上階にあり、窓一面からの景色が本当に素敵です。ビュッフェ料理の品数は少なめですが、しゃぶしゃぶがメインなので十分でした。この景色に朝からアグー豚のしゃぶしゃぶ、とっても贅沢な時間です。お肉は柔らかくて甘みがあり美味しかったです。レストランの隣にあるインフィニティプールからの景色は絶景でした。ホテル前のガーデンウォークエリアです。青い空にオレンジのホテルが映えます。いろいろな植物を観察しながらお散歩できて楽しいです。ホテルのビーチはガーデンウォークを通り抜け、道路を挟んだ先になります。付着ビーチです。何度かリピートしているお気に入りのホテルです。3軒目、アナインターコンチネンタルマンザビーチリゾート。一泊一食付き1人約1万円でした。恩納村の半島一帯に立つホテルです。おすすめポイントは海に囲まれた立地とザ・リゾートホテルの作りです。ホテル敷地に入り込むとワクワク感がたまりません。プール、ビーチ、大浴場、ホテル内や敷地内に様々なレストランもあり、施設が充実しています。何でも揃っていて、敷地から出なくても楽しく過ごすことができます。部屋は基本32平米と広くはないですが、ホワイトとブルーが爽やかなお部屋です。新しくはなく古さも見られますが、バブル期を思わせる贅沢な作りの吹き抜けは圧巻です。 YouTube を始める前の旅行のため、画像がメインで見づらい部分があると思いますが、ご了承ください。半島一帯がホテル敷地になっているので、プライベート感が満載です。ビーチハウスも立派な作りです。ホテルのマンザビーチでは、海上アスレチックや水中観光船、他にもアクティビティが充実しています。アスレチックは思っていた以上にハードで、大人でも本気で楽しめました。水中観光船は半潜水艇で、濡れることなく気軽に海中観察を楽しめます。会場アスレチックも水中観光船もホテルの連泊特典で無料で体験することができました。通常料金だと結構かかるので嬉しい特典です。なんとウミガメさんにも出会えました。夕食ビュッフェは日替わりでステーキやローストビーフなどがありました。種類も豊富で美味しかったです。ホテル内に琉球ショーと琉球料理ビュッフェを楽しめるレストランもあります。沖縄をたっぷり感じることができますよ。こちらは朝食で選べる和食セット。もちろん朝食ビュッフェもあります。初めて行った時にとても感動したのを覚えています。何度もリピートしている大好きなホテルです。4軒目、ホテルモントレ沖縄スパ&リゾート。一泊朝食付き1人8500円でした。飲食店やホテルが多く立ち並ぶ恩納村のリゾートエリア中心部にあります。おすすめポイントはまるで美術館のような内観と全室オーシャンビューの立地です。他にもプールや施設が充実していたり、レストランも美味しく、総合的に満足度が高いホテルでした。
ホテルに踏み入れた途端、ヨーロッパのリゾートホテルに来たような雰囲気に包まれます。エントランスが本当に素敵です。ホテル内はヨーロッパの調度品が多く飾られています。まるで美術館のような館内です。撮影スポットが多く、ホテル内を見て回るだけでもテンションが上がります。年代物のシャンデリアは必見です。ホテル内の至る所に絵画や美術品が飾られています。スタンダードのお部屋ですが、36平米あり、ゆったりとしています。間接照明がいい雰囲気です。シンプルですが、コントラストが効いたシックでおしゃれなデザインです。洗面、バスルーム、トイレは独立した作りです。ミラブルが設置されています。全室オーシャンビューのお部屋です。天気が悪いのが残念。晴れていたらさらに感動間違いなしの眺めです。夕食はホテル内のビュッフェレストランを利用しました。一級レストランからの予約で大人4500円でした。とても種類豊富なメニューで、沖縄料理もたくさんありました。メインのローストビーフがとっても美味しかったです。ビュッフェでアグー豚のしゃぶしゃぶがあるのが嬉しいです。全体的にお肉料理が美味しかったです。大満足の夕食でした。デザートも豊富で、紅芋タルトやブルーシールのソフトクリームもありました。ホテルのタイガービーチです。広い敷地内はリゾート感たっぷりで、散策するだけでも楽しいです。プールエリアは本当に広くて、雰囲気もとっても素敵でした。インフィニティープールになっています。キッズ用スライダープールや波の出るプール、バブルヒルプールなどがあります。タッチプールもありました。朝食ビュッフェレストランです。沖縄料理が充実していて、朝から軟骨ソーキや沖縄焼きそばもありました。ホテル特製のバナナジュースが美味しかったです。実演コーナーでは卵料理を作ってもらえます。ドーナツがとっても美味しかったです。種類豊富で食べきれません。美味しくて朝から食べ過ぎてしまいました。高級感のある贅沢な作りで、リゾートを感じられる素敵なホテルでした。5軒目、ベッセルカンパーナ沖縄、一泊素泊まり一人5945円でした。北谷町のアメリカンビレッジ内に立つホテルです。おすすめポイントは立地とサービス内容の充実、コスパの良さです。リゾートホテルのような雰囲気ではなく、ビジネスホテルよりの作りになりますが、アメリカンビレッジの雰囲気をそのまま感じることができて楽しいです。その上、海沿いでもあり、ビーチがすぐで立地が最高です。ファミリールームの広さは45平米あり、広いです。朝食も人気で、リーズナブルなお部屋だと朝食付きで5000円台で泊まることもできます。景色がアメリカンビレッジの中にいるような感覚です。バルコニーにいるとビレッジの音や様子が伝わってきて、とっても楽しかったです。ファミリールームは洗面ボールが2つあり、快適です。ウェルカムドリンクやルームキー提示で特典が受けられたりなど、サービスが多いのも嬉しいポイントです。徒歩5分くらいでイオンもあるので、お土産を買うのもいいです。ホテルから出るとすぐにこんな素敵な景色が広がります。サンセットビーチまでも歩いてすぐです。展望浴場もあります。リゾートホテルも魅力的ですが、アメリカンビレッジの雰囲気を楽しむのもいいです。リピートしたいホテルになりました。
気になるホテルはありましたか？皆さんのおすすめホテルも気軽にコメント欄から教えてもらえると嬉しいです。いいねやチャンネル登録をしてもらえると励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。